皆さんこんにちは。レック専任講師の秋元ゆりです。この度はこの動画をご覧いただきましてありがとうございます。はい今回は私が担当いたします。9ヶ月合格速習コースのオリジナルテキストについてご紹介をしていきたいと思います。はい。えー 新15ヶ月合格コースというねレギュラーのコースにおきましてはブレイクスルーテキストというものを使用するんですけれども9ヶ月即習コースにおきましてはブレイクスルーテキストは一切使いません。その代わりり私がですすね作りままししたオリジナルテキストこれを用いいてて学習していきます はいでこのテキストなんですけどもここにもね書いてあるように読みやすいわかりやすいとね受講生さんから大絶賛いただいておりますね、えー、自画自賛なわけではなくてね本当にこれ評判いいんですはいではですねこのオリジナルテキスト特徴をご紹介していきたいと思いますはい、えー、パンフレット パンフレットの36ページと37ページの方に、えー、私のね作ったオリジナルテキストのサンプルが載っていますのでぜひねご覧いただければと思います、えー、このページ使ってねご紹介していきますねまず非常にね特徴があるのがパンフレットで言うと丸3番ね見ていただくとね電球印 ね、えー、まあ、コラムがありますよね。一体これは何なのかっていうと、広語体による解説なんですよ。はい、えー。で、これがすごくね、評判いいんですけれども、どうしてこういったものを設けているかというね、えー、ことを説明していきますね。えー、9ヶ月語学速習コースというのは、インプット講座のね、コマ数が90コマしかないんです。 えー、新15か月合格コースは130コマあるんですけれども、えー、9か月復習コースはですね来年の合格を目指すというように即週になっててますすのでで、ね、コマに圧縮されてるんですよでその少ないコマ数の中で、ねえー、きちっと知識を抑えていただくとそのための工夫といたしまして、ね、このオリジナルテキストを使うんですがあのこのテキストはですね あんまり出ない知識については、もう最初からバッサリ切ってしまってるんですよ。重要知識とかね、えー、基礎知識だけを、えー、抽出して、それをまあ凝縮しているというものになるんですね。はい <laughs> ね、えー、ただ、それだけではね。90コマの中でねえー、まあ解説しきれないんですよ。 はい、講義の中ではですね、まあ、もちろん説明ね、えー、しっかりしていかなきゃいけない、えー、知識に関しては私が丁寧にですね理由から、ねえー、全部説明するんですけれどもそんなに説明がね不要な部分いらないような、ね、部分に関しましてはあのー、どうしてもねコマ数90個までやっていかなきゃいけない関係で読んどいてくださいって皆さんにね、えー、自主学習をお任せする自主学習にお任せするっていうね、えー、そういった形になることが結構多いんですよ。 まあそうなならざるを得ないんですけどもね。えー、ただ、そういった時に、なんせね、法律の、ね、文章って、硬くって、ね、読みにくいですよね、えー、それをただ読んどいてくださいで放置してしまうと、皆さんね、えー、嫌になって挫折してしまうんですよ。はい、そこで、えー、こちらのね、オリジナルテキストにおきましては、電球印のコラムを非常にたくさん入れてます。 こちらは解説なんですけれども、えー、交互体で書かれてます要は私がもし講義でね、えー、ゃるんだったらこういうふうに喋、えー、りますよというのがそのまま文章化されてるんですよ。はいえー、なので、ね、極力皆さんに、ね、分かりやすいように書いてますし読んでいただければ、ね、講義受けたのと同じなんです。はい ねえーまあ、そういった形で、えー、新15か月合格コースを受けていただくのと同じ、えー、分だけの基礎知識ですねこれをマスターしていくことができるようになってるんですね、はいでえーまあ、重要なんだけどもただ、ね、今のタイミングじゃなくてもうちょっと、ね、勉強進んでからあ読んでくださいっていう知識に関しては「発展論点」とか、ね「発展知識」というコーナーを作ってます。 はい、えー、ですのでね、えー、プラスアルファの学習もできるようになっています。はい、あとね図,図もいっぱいね入ってますのでとっつきやすいね、えー、テキストになってます。9ヶ月集習コースのオリジナルテキストの特徴はまだあるんです。はい、えー、それが、えー、今度ね1番1番というね番号がついているところご覧いただければと思うんですけれどもはいよく 見ていただくと所々にねブランクが空いていると思いますはい、まあ、このテキストねブランク式になっているんですね、えー、私がね講義の中でここ埋めていきますのでまあ、皆さんは写していただくとね、そういう形になっています、えー、なんでブランク式にしてるのかって言いますと文章全部書いてあってねただそれを読むだけっていうスタイルですとどうしてもね眠くなっちゃうね、えー、途中で意識が飛んでいったり してしまうんですね。えー、集中力を保つために、ところどころでこう格作業を加えていくというのがまずね一、えー、つ。で、あとね、えー、大きな狙いもう一つありましてですね。それはなるべく早くインプットできるようにするということなんですよ。はい。えー、例えばですね講義で学んだことをね、えー、復習するってなると、えー、例えばですがお家に帰ってね、えー、で裏紙とか使ってこう書いて覚えていくと。 いう作業になろうかと思うんですけども、９ヶ月復習コースは来年のね本試験の合格を目指していくというそういうコースですから、もう早く覚えなきゃいけないんですよ。なるべく早くね。えですので、インプットする最初のタイミングを講義内に持ってくるんですよ。ね、え極力講義内で覚えるべきことを覚えるね、えー、そういったことで短期合格を可能にしていくと。 ねそういう狙いがあってブランク式にしておりますはいであとは今度9番ですね語呂合わせまあ、民法におきましてはねこういった語呂合わせのコーナーを作っておりますはいぜひぜひねご利用ください、えー、そして次に10番改正解説のコーナーを作っております、えー、近年ね法律改正があ 頻繁にあるのでね、えー、交互体で私の交互体でこういう改正解説を作っておりますはいですので旧法学習したことのある方ですね、えー、この解説見ていただくことで新、えー、法に対応することができるようになっています旧法だったらこうだったけど新法ではこうですよっていうね比較でもって書いてありますので、えー、非常にね、えー、整理がしやすい形になっています はいこういうね改正対応もバッチリですので、えー、以前ね、ね司法書士の学習をしたことのある方であったり、えー、試験研修、ねえー、受けたことのある方にとってですすね最適なな、ね、テキストになっておりますはいでこの9ヶ月合格即習コースは試しでね受けていたこともできますのでぜひぜひ、ねえー、このテキスト、ね、使ってみてください。 はい、以上でですね、えー、テキストの紹介は終わりたいと思います、えー。ご覧いただきましてありがとうございました。